はい、10月2日、今日のライブ終わりました。いやー、今日席が悪くて音がひどかった。2階席だったんですけど、2階席の一番後ろなんですよ。で、2階席ってもろに3階席の屋根かぶってて、めっちゃめちゃ音の入りが悪くて、マジで一番最初特にそうなんですけど、全く低音聞こえなかった。なんか本当に目の前にボーカルと、まあ、上手というか杉蔵のギターのモニターがあるのかなっていうぐらい、その2つの音しか聞こえにくって、やばかったですね。で、3曲目の時かな、夜泣きアットマイドアの時に音の修正はされたんですけど、でもやっぱ全体的に音悪かったですね。まあ、あとはまあ真ん中寄りの席ではあったけど、ちょっと横にずれてたっていうのもあるとは思うんですけど、いやー、ほんと今回はちょっと座席による音の悪さが顕著に目立って、ひどかったなーっていう印象ですね。っていう、ちょっと今回はね、今日のライブはこのツアー一楽しめなかったかもしれないですね。まあ他には事情、他にも事情は一応あるんですけどね。まあそんな感じでした。はい。というわけで簡易的なお話はここまで。バイバイ。